こんにちは。テンパーアカデミー堀秀夫です。今日は eBay の発送方法ですね。eBay で送るときに、落札者の電話番号がわからないとき、この調べ方です。電話番号を教えてくださいとね、質問してもいいんですけど、返事が遅かったり、返事来なかったりすることがあるんで、もう調べちゃった方がいいです。で、この調べる機能が、eBay にはついてまして、まず、セラーセントラルですね。セラーセントラルじゃないか。eBay ですから、ログインしたページで、このアドバンスドっていうページがあります。で、このアドバンスドっていうところをクリックします。右上ですね。このページの右上の方にあります。次に、Find Contact Information ってところをクリックします。そうするとこういう画面になって、Enter User ID of Member、ね、相手の落札者 ID を入れます。それから、アイテムナンバー、You are Trading。今回取引した商品の、番号を入れます。で、これね、発送案内の方の Ship to と Ship from。ここにね、電話番号を載ってたり、PayPal に電話番号を載ってればこの機能を使う必要はないんですけど、この中にね、電話番号が出てこなかった場合には、このアイテムナンバー、この括弧書きの中のやつですね。それと相手の ID を入れて、Search を押すと。そうするとね、リクエスト、コンプリートって出てきます。で、これでですね、自分の eBay に登録しているメールアドレスに、落札者の電話番号が届きます。電話番号を書けばね、必ず届くとか、電話番号を書けばね、郵便局は電話するわけじゃないんですけど、多少は配達確率ね、上がるんで、この機能を使って、電話番号を記入してですね、送った方がいいです。結構ね、受け取りしないとかね、受け取りの、そもそも不在の通知をしないとかいうのがありますんでね、まれに、日本だと普通にありますけど、海外だとまれに電話番号を書いておくと、電話してくれる係員がいて、電話をすればぐっと、配達の可能性が上がると。それとそもそも関税がかかる場合には、この電話番号を書いてないと、ほぼ、関税の通知が行って、電話でね、関税払えますかというのでね、やり取りして関税払えますとやれば、無事受け取られるんですけど、このやり取りがない場合、そのままね、税金払えみたいなね、紙を本来は入れるんですけど、そもそもそれすら入れず保管、ただ保管してね、戻ってきちゃうと、ヨーロッパあたりだと、そういうこともありますんで、この電話番号は記入して EMS で送るというのをね、eBay の発送方法の基本に考えてください。Amazon の、自己発送も一緒です。何しろ、電話番号は、聞くなり分かるなりで書いて送った方が配達の確率が、上がります。少なくともね、書いてマイナスになることはないんで、調べるなり聞くなりして、記入して送るようにしてください。以上、テンバーアカデミー堀秀夫でした。